都庁選挙のですね、道府県議会議員選挙と政令指定都市の市議選が告示されましたけど、自民党としてどういう戦いがあるかというふうに思いますか。自民党はやはり地域に根ざした国民政党でですから、統一地方選挙は自民党にとって極めて大事です。特に今回はこういう大災害が起こりまして、どこ行きましても自分たちの地域のこの安心安全、本当に大丈夫かと、こういう気持ちが強いと思うんですね。ですから東北はもちろんのことですけれども、もう一回自分たちの地域をしっかりしたものに作っていくんだということが今回の一番のテーマなのではないかと思っております。ですから自民党としてもそういったことに全力で取り組むという姿勢をきちっと打ち出して訴えていくということとことだろうと考えております。すいません、はい、記者クラブの会社を代表して質問します。はい、被害の状況というのはもうご存じだと思うんですけど、はい、改めて今日辰巳知事から説明を受けてですね、感じたことをまずお願いします。はい、辰巳知事から岩手県の被害の現状から今現時点での支援状況といいますか、立ち上がり状況と、こういうのを伺ったところであります。数字を拝見しましても、改めて被害の大きさに、まあ、なんて言うんでしょうか、言葉がないような次第であります。で、知事にも申し上げたんですが、こういうその復旧災害支援あるいは復興、こういうことについては日本の政治与党野党とかいった区別を超えてですね、全力で立ち向かわなければいけないと思っております。こういう時に東北の復興が新しい日本を作っていったんだと、後の我々の子や孫の世代にそう言ってもらえるようなことを現在我々はしなきゃいけないんじゃないかと、このように思っております。武蔵宗ですが、はい、与党も野党もないというお話でしたけれども、まあ、今後の補正予算を組んだりですね、あるいは復興庁を作るというアイデアもあるようですが、まあ、仮に大臣なんかで協力するというお考え、今のところございますでしょうか。まあ、協力の仕方というのはいろいろあると思うんです。ですからそれはいろんな協力のあり方というものを実効的にどうしたら一番物事が進んでいくか、これはいろいろ考えていかなきゃならないと思います。いろんな手段があると思います。はい、一番ありましたのはやはりこの復旧にせよ復興にせよですね、大変予算が必要なので、やはり財源手当というものを国の方でもしっかりやってほしい、こういうことでありました。財源の手当というのは、まあ、それは要するに予備費を使ったりいろんなことがあると思いますが、そのこれからまたおそらくこれに関しての補正予算も1回で済むわけじゃないと思いますね。なんとか補正も組む必要が あると思います。そしてまたそれについてはどういう財源を使っていくかということも検討しなければなりませんし、それからいろんなその金融面でのいろんな仕組み、昔は北海道東北開発交付金と言いましたが、そういうのがございましたけれども、まあ、復興基金といいますか、復興のための公庫といいますか、そういうようなものも必要になってくるかもしれません。あるいは三陸の水産業なんか大きなダメージを受けておりますのでね、そういうものがもう一回立ち上がるためにどういう手当をすればいいのか、従来とは違ったものを考えていかなければいけないんだろうと思うんです。そういう非常に幅広い、それから今までですと復興もですね、現状復興ということを中心にして仕組みができているわけですけど、三陸等の現状を見ると
現状をその回復するというだけでは進まない、新しい構想でその地域を作っていくということも当然出てくるだろうと思いますね。そういうように対応できるような資金的な仕組みとか制度的な仕組み、こういうものが必要だろうと思います。まあ、今全てを申し上げられませんが、そういう大きな枠組みでバックアップできる体制を国も作る必要があると思っております。よろしいですか。すみません、視察前にお聞きのこと大変恐縮なんですが、昨日ですね、子ども手当法案、つなぎ法案が通りまして、民主党の岡田幹事長が今後公明党が出している拡充案をもとに与野党協議を呼びかける考えを示したんですけれども、まあ、これは我が党としても特に公明党とは今までいろいろ協議もしてまいりましたのでね、公明党さんともよく相談しながら進めなければいけないと思います。よろしいですか。どうもありがとうございました。